오늘은 룸마. 뭐 할머도 딱 참아냉이 바닥에 아와지와 참아냉이 바닥에 참아냉이로 이 가오리가 すごいな。50cm 大きいわな。なかなかいけませんね。そして玉ねぎ。ライスカレー、ライスカレー、ライス、ライスカレー、ライスパン。うん？大丈夫ですよ。ここは何時からですか？はい、9時。9時からですか？スガキ屋です。どうしてもなんか食べたくなってしまったので寄りました。胡椒いっぱい入れるんでほぼ胡椒ラン、相変わらず美味しかったです。390円、ごちそうさまでした。ただいま5時ぐらいです。12時に出て大体180キロぐらい走りました。さっきイオンモール名古屋茶屋のスガキ屋さんでラーメン390円と、すぐ隣のパン屋サントエフさんでフランスパン買ってきました。280円です。残金が9000と330円。今日は670円使いました。今は1時ちょっと過ぎぐらいですね。今道の駅伊賀にいるんですけど、5時ぐらいに着いて7時前には寝てた気がしますので、起きちゃいました。そして寒いです。外気温は今10度、車内が 13.5。 ダウンのベストを持ってきて正解でした。もしかするともうちょっとしてから出るかもしれないです。やばかった。人生初ラム行ってきます。人生初ラム行ってきました。谷上店でしょうか、谷上店でしょうか。ちょっと面白いのがあったので買ってみました。これカレーライス、ライスカレー、ん、カレーライスカレーパン、カレーパンの中にカレーライスが入ってるそうです。まあこれ今食べません。とラムーといえば6個100円のたこ焼きです。あったかいうちにたこ焼き食べます。朝ごはんです。6個100円、大きさは銀だこぐらいあります。あっ、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 あ、失敗した。これ一口でやったらトロトロです。中6個100円は激安じゃないの。はい、6個100円だけどたこいました。このたこ焼きはコーンスターチかなんか入ってますね。ずっと熱いのはこれのせいですね。
あっこ600円は安いね。割らないと熱くて食べれないんですよ。うん、とても美味しかった。美味しかったです。子供が100円握りしめて買いに来れるってすごいね。100円は。オープス。ちょっと落ち着いたので一旦まとめます。今ですね、朝10時ぐらいですね。昨日のお昼ぐらいに出てるので22時間ぐらい経過しました。走行距離が290何キロなんですよね。333キロなんで、場所いろいろ考えてたんですけど、こっから3、40キロっていうと、あ、今ね、神戸です。ちょっと不安はあるんですけど、淡路島に行こうかなと思います。淡路島バーガーを食べようかなと。行ったことないんですよ、淡路島。ということで、淡路島に行ってみたいと思います。ただ、残念なことに島に渡るのが有料道路しかないんですよ。調べたら片道910円だったかな。島なんで往復しなきゃいけないんで、往復で2000円ぐらいのはずです。なんとかなりそうなので行ってみようかなと思っております。神戸淡路鳴門道。そういえば島って初めてかもしれない。やっぱり島初めてだ。初めての島だ。初めての通行券をお取りください。すいません。初めての島なんですか。ああ、エブリー君、海の上渡ってますよ。もうちょっと、あとちょっと。観覧車が見えますよ。サービスエリアに観覧車がある。なんで1910円ってどういうこと。1910円ってどういうこと。え、 ETC じゃないとそんなに違う。え、あの橋1910円もする。ちょっとまずくないか。往復したら4000円じゃ帰れません。帰れないことになりました。帰れません。333キロになりました。普通どころじゃないんですよ。全然ありてません。なんかまずいことになった気はしますけど、とりあえず淡路バーガーだけは食べてるんでしょ。後のことは後で考えましょうね。僕は帰れないかもしれません。もっと玉ねぎ入ってるかと思ったら、どうでもね。淡路バーガー美味しかったです。今度店で作ろうか。道の駅淡路、昼時のせいか満車ですね。淡路島反対側に行きます。なんとよね。なとよねはこんな感じか。なとよねは微妙でしたな。はい、次。
うわ。お、男子トイレはもう使えませんね。場所はいいんですけど。こんな感じに見えますけど、やっぱりトイレは快適じゃないと僕泊まれないんですよね。やべえ。何も落ちてないね。ダメだこれ。やっと着きました。道の駅ふくらです。本当は渦町テラスっていうところに行くつもりで行ったんですけど、さっき夜間のトイレが使えないという状態だったので急遽ふくらに降りてきました。なんか大きいキャンピングカーがいっぱい停まってます。とりあえずお疲れ様です。なんか疲れました。これご飯アイラップに、冷凍ご飯をアイラップに落としました。ラムーもうだいぶ昔のような気がする。ラムーで買ったアジの甘酢漬けと冷凍ご飯で、今日は玉ねぎの色すげえいっぱい乗ってる。いやー、イレギュラーなことがたくさん。お湯沸きました。はい、ドボン。これで取っときます。まあそれでいろいろ考えたんですよ。さっきの海水浴場で1万円でガソリン代込みでいつも通りやろうと思ったんですけど、橋渡るのに2000円もしたので、実質使えるのが1250円しかないんですよ。何もできないんですよね。3日間1250円。このままだとおじさんがゴロゴロしてるだけの、おじさんがずっと寝転がってるだけの動画になっちゃうんで、今回はガソリン代は別にさせていただこうかなと思います。まあギリギリまではちょっと頑張ってみますけど、すいません、ちょっとガソリン代は別にさせてください。出ないと明日からおじさんずっとゴロゴロして終わっちゃいます。おはようございます。ふくら、道の駅ふくらです。ここは観光船が出るところらしいです。うずしおクルーズに出るみたいですね。ちょっと展望台的なところでうずしお見れるんでしょうか。行ってみたいと思いますので、見れるのかな。昨日行ったとこかな。このおじさんは誰ですか。このおじさんは誰ですか。うずしお行ってみますか。見れるかな。道の駅ふくらさん、お世話になりました。快適でした。ちょっとお店が開いてないので買い物できなかった。
昨日真っ暗の中でこれを発見して、うわすごいな、食べれませんでしたね。もう予算がこれで消えます。うわ見えるのかな、なんからしきものは、それらしきものは見えますか。これが鳴門海峡ってやつですか。ということは向こう側が四国ですね。四国はなかなか行けませんね。そして玉ねぎ、ライスカレー、ライスカレー、ライス、ライスカレー、ライス、あ、158円。おはようございます。お皿ね、ちょっと僕に使うから大丈夫。ん？大丈夫ですよ。お皿ありか。ここは何時からですか？はい、9時。9時からですか？またね。ラムーさん。ラムーさんすごいね。面白いのかな？結構お腹いっぱいになりましたね、これ。ライスカレーライス、あれライスカレーパン、ライスカレーパン、あれなんだけど忘れちゃいましたか。お腹いっぱいになりました。ごちそうさまです。道の駅渦町テラスさん、まだなんか作ってる途中っぽいです。夜トイレが使えないので車中泊は無理です。あの温泉に行こうと思ったんですけどまだ空いてないので先にもう一つのところ行きます。お疲れ様でした。はい、到着。釜揚げしらす丼ではありません。そうなんですよ。なぜガソリン代を別にしてほしいとお願いしたかというとですね、じゃあ1000円かかるんでした。もういい時期ですね。なんで9月10月を言うんでしょう。ね、なんで9月10月を言うの。どこ行ってんの。知らんけど。君たち。かわいいよ。なんで9月10月を言うの。お、何。あ、こんなに。聞いた時にここは何言ってるんですか。ここ。モンキーセンター行ってまいりましたので、お風呂に行きたいと思います。いい、登れますかね。なんか事件ですか、事故ですか、事件ですか、事故ですか。謎のパラダイス、謎のパラダイス、すごいとこだね。謎のパラダイス、行こうかどうしようか迷ってます。はあはあ笑うところなの。こんばんは。わしゃライトスクープ好きやねんけど、ここモザイクせんと映されへんねん。どないしようか思ってんねんけど、どないしよう。わしのが臭い、わしのが臭い、わしのが臭い。謎のパラダイスは1万円。申し訳ないですけど、モザイクかけんといかんってことはあんまり意味ないかなと思って、お風呂に行きます。
はーい。あ、何だこれ、何だこれ、イタッチ、イタッチか、イタッチか、イタッチか、お前か。でも顔黒いな、顔黒い、顔黒いってイタッチか。お、やっぱ海きれいな、淡路島最高やん。あ、そろそろガソリン入れとかんわ。ガソリンは予算に入りまって入れとこ。そら、わしもガソリン入れとこ。ほな、ほなな。Oops。 おのせんべうまい。もう始まっとった。玉ねぎ畑、淡路は玉ねぎ畑。玉ねぎのいい香りだし、風呂も高いな、風呂入りたいな。見えてきた。そろそろお風呂に着きますね。こりゃお風呂入ります。はーい。気持ちよかったです。そしてあのうるさい猿は置いてきました。お風呂上がりといえばアイスが食べたいんですよ。アイスが食べたいんですよ。とにかくちょっとアイス買いに行こうと思ってます。丸中さん行ってきました。ガリガリ君、梨なかなかないんですよ。梨が好きなんです。買ってきましたよ。風呂上がりのガリガリ君は最高です。梨、なんで梨ってあんまり売ってないんだ。スーパーの仕入れ担当して梨入れてくださいよ。なんで梨ないの。うん、美味しかった。あ、つまみに350円。高野浜にまた戻ってまいりましたが、昨日いた浜の、まあ、隣なんですけど、どちらが第一なのかわかんないんですけど、昨日のトイレよりはマシでしたが、車中泊するかと言われると僕はできません。2時半ぐらいですかね。今日使ったのは淡路のモンキーセンターで1000円、玉ねぎ350円、温泉700円、スーパー丸中さんでガリガリ君とお茶買って165円。残りはあと50時間と1035円となっております。しばらくここでのんびりして車中泊する場所をちょっと探しながらのんびりして、見つかったら向かいたいと思います。4時半です。そろそろ移動しますか。淡路島から脱出しましょう。結構のんびりしたな、淡路島。おじゃれたとこが多いですね。ここは何なの。パンケーキ、幸せのパンケーキ、大人気ですね。幸せになってください。ありますお、幸せのパンケーキね。なんとかクリアしたんじゃないでしょうか。淡路島でやるような海水浴場でのんびりしたし、淡路バーガー食べたでしょ。お風呂も入りました。渦潮も渦潮なのかってやつも見れたでしょ。あの謎のパラダイス、謎のパラダイス、行きたいのは山々なんですよ。淡路島意外とでかい。淡路島と琵琶湖ってどっちがでかいんだろう。いい線じゃないの、琵琶湖と淡路島。帰ったら調べてみます。
あれは何ですか？ん？泡？でっかい泡みたい。ん？あ、ダイナー発見。キーティー、あ、キーティーちゃんの頭の形してた。このダイナーって書いた車でダイナーに行ったら、あ、そうそう。淡路島ね、今走ってるところはそうでもないんです。意外とアップダウンが激しいので、エブリー君頑張ってくれました。坂道発進が苦手なんで。なんか派手なとこがある。何この派手なとこ。なんか派手な道があります。派手な道？派手な街か。何これ？ここは何？何ここ、カラフルなお寺がいっぱい並んでますけど、何なんでしょう。シェフガーデン、淡路シェフガーデンだそうです。すごいね。デートスポットにはよろしいんじゃないでしょうか。はい、お借りください。わかりました。はい、わかりました。はい、はい。淡路島を出ました。すごいね。やっぱ神戸はなんだろう、ファベーラみたい。山にびっしり家がある。ファベーラみたい。クソやべえな。神戸やべえな。ファベーラだ。早いね。みんな早いです。誰か待ってる。一人だけじゃないの？ETC じゃない人。1940円になります。何が起きてるの？え、何？どういうこと？なんか、わけわかんないんですけど。このおさ、ほんまにアホやで。何が起きた？わし、猿やで、猿。猿言うたらどこでも登れるやん。おっさんが平行行ってる間に屋根登っといたと。海に浮かぶってかぶない。いやね、から見る景色は最高やったね。マジで。っていうのは置いといて。おさ、何さっきから何パリ食っとんねん。マジでどくさいなこいつ。あーどくさい、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 あーどくさい。そもそもやで、ファビーラの意味わかって言うとんか。ファビーラ言うたらすぐやんけ。全然幸せじゃない。そら怒るで、神戸の神戸の紳士、淑女、おっちゃん、お嬢ちゃん、ジジイとババアで謝るんかい、ボケ。神戸の街はアドリア海の真珠みたいや。そんな言うたったらええねん。お願いします。検索を入れて、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 ご利用ありがとうございました。どういうこと？意味が全くわからない。はい、
現場はちょっとパニック状態で何にも説明できてないんで説明しますとですね、淡路から橋を渡って垂水で一般道に出たんですけど、 Google 先生の言う通りに進んでたらですね、料金所の入り口が見えたのでまずいと思ったんですけど、もう他の道に逃げるところがなくて、阪神高速の布瀬畑東料金所、当然おじさん ETC カードは持ってないので、あの現金でやり取りしたんですけど、1090円っていう料金だったんですよ。もうそこでパニックになってるわけですよ。なんでかっていうと、残金がもう1035円しかないので、1090円っていうことはもうそこでアウトなんですよね。マイナスになっちゃうんで、もうその時点でパニックなんですけど、あの一応 Google 先生、有料道路は使わないっていう設定にはなってるんですけど、突然阪神高速に入らされましてですね、一つ目かな、多分一つ目の出口で出る感じになったんですけど、幸せの村っていうところに入らされてですね、またゲートがあって通行券を取ることに、もうそれ以外行き場がなくて、そこでまたパニックなわけですよ。通行券を取るってことはまたお金を払わなきゃいけないってことでパニックになってたんですけど、最終的には無料でゲートが開いてくれたので出れたんですけど、どうしていいか分かんなくなってる状態なので、ずっとわちゃわちゃしてました。おっす、終了です。終了です。しかもオーバーしてますよこれ。1035円のところ1090円、このままだと終われないので、これ1090円忘れてください。皆さん心のリセットボタンをポチッとな、ポチッとな。ほらということで振り出しに戻ってラムーです。またラムー聞きました。ポテサラと分厚いフレンチトーストとみんな大好きカルパス、合計237円でした。こうなったらフレンチトースト、フレンチトースト食べてやりますよ。3割引き。何が起きたんですかね。神戸の街をディスってしまったのがいけないんですかね。別にディスろうと思ってディスったわけじゃない。なんかこう、橋から神戸にこう、ぶわーって降りてくるときに、山にびっしり家がこわーってあるのが、ファベーラに似てるなと思ったんですよね。あの、ファベーラってブラジルのスラム街なんですけど、山にわーってある。色とか形がこうバラバラしているんで、なんかファベーラっぽかったんですよ。多分神戸の人は、スラム街と一緒にするんじゃないと怒ってると思うんですよ。いや、そういう意味で言ったわけじゃないですけども。今日の宿泊場所を迎えます。兵庫県内。さっきちょっと調べました。あと33キロ、56分。なんでかなぁ。おっす。地域のお客様の豊かな暮らしをサポート。メガディスカットラブーへようこそ。360日年中無休でいつでも圧倒の手のメガディスカット。どの品物も急に山になった。虫夜ご飯ができました。お疲れ様です。野菜たっぷり、味噌汁とごぼうとこんにゃくと鶏の軟骨、これ持ってきました。卵かけご飯です。卵も持ってきました。淡路島は楽しかったんですけど、ハプニング多すぎです。誰か待って。山道ちょっとやばかったな。かろうじてなんとなく薄暗い明かりが残ってたから、あれ真っ暗だと、ね、見えないから嫌なの、ね、ご飯食べたら寝てました。今12時過ぎぐらいです。ここは寒いです。外気温が今12度ぐらい。朝になれば9度ぐらい見ようです。で、現在の車内は 15.3 度。寒暖差がやばいな。暑いのと寒いのと。今山の中です。ここは兵庫県川鍋郡です。はい。ぐだぐだして向かねます。はい。
ございます。道の駅稲川さん、お世話になりました。隣にセブンがあるんですけど、車の往来は多いです。まあ、夜中はそうでもないけど、たまになんかがあります。トイレは50点ぐらいまあ大丈夫です。ここは古いかもしれないですね。今日はほぼ移動日になると思います。明日あんまり移動の距離が長くすると、明日の夜はもう営業なので、なるべく近くまで向かいたいと思います。予算も少ないので大したことはできませんが、8時ちょっと過ぎました。お店とかは9時とかだと思うので、邪魔にならないように出発したいと思います。もくもく。日本一のたい焼き、川口、野瀬口、阪急、野瀬電鉄、川西、野瀬口、駅です。大阪府に入りました。大阪府池田市。これGoogle 先生お得意の土手橋、すれ違いません。鳥貝神4丁目言われてもわからないな。大阪府宮川市。毎日来てるね。はい、本日のラムーです。おいでますか。はい、一回ここでまとめましょう。皆さんポチッとなをしていただいてますね。ポチッとな、ほらポチッとなをした後の話ですよ。ラムーさんで買った分、2日の合計が568円、あと467円ということになります。で、貧乏おじさんの救世主といえばラムタコです。ラムタコ100円、ラムタコ、ラムタコ、貧乏おじさんのためにあるようなラムタコ。あ、ラムタコごちそうさまでした。どこまで今日行けるんでしょうかね。とりあえず京都を目指しております。豊かな暮らしをサポート、メガディスカントラブへようこそ。はい、京都府に入りました。全然進まないんですけど、お、山城、道の駅、すごいな。お茶の京都南山城村到着しました。めっちゃ混んでますよ。平日なんですけどね。そして何も買えません。ソフトクリームが850円するんですよ。黒蜜ときな粉みたいのがかかったっぽいんですけど、850円ですよ。何もできませんでした。トイレだけ入りましたが、なんか男子トイレの小便器、そこにパーテーションがこうやって間隔を空けろってなってました。未だに。それと障害者用の駐車スペースあるんですよ。もう屋根ついてるとこね。そこでバイクでテントを張って、なんかそこでわちゃわちゃした人がいたらしくって、なんか写真撮られて絶対やるな的なことを張り紙で書いてありました。なのでおそらくここは車中泊禁止じゃないかなと思いますね。
ゾンビ。相変わらずトンビは飛ぶのが下手そうですね。そういえば昔岐阜かどっかの山の中でカラスがねトンビにドロップキックしたんですよ。蹴られて餌落としてカラスに取られました。道の駅あやまんジャパンに来ましたよ。道の駅あやまんジャパン、あやまんジャパン。道の駅あやまです。さっきの南山城村よりは庶民的なとこです。トイレは普通でした。ラムーで買った50円のアンドーナツ食べます。いろいろ考えた結果ですね、とりあえず愛知県まで行こうと思います。メモリーカードの残りが少ないので走行動画は途中で終わってしまうかもしれませんが、出発です。道の駅あやまんジャパン。筆書きの佐藤幸田さん。なんか筆書きさんはなんか補修工事をところどころやってて邪魔になるかと思ったので違うところに。出たせこいやまに来ちゃいましたね。なところにあったんですね。こんなところにメタメタさんがあったとは。その道路の状態は牧野よりいいです。ただ木はまだ出せこいや。こんなとこがあると知らなかった。おじさんが映えスポットを撮影してみようパート2。淡路島帰ってきましたが、淡路島に帰ってまいりました。淡路島。おー、いいじゃないですか。いいじゃないですか。映えてますよ、これ。残りわずか。ここまで取れるでしょうか。はい、神戸が見えてまいりました。神戸の街並みが見えてまいりました。あ、ちょっと。筆書きでいいかなと思ってたんですけど、
補修工事みたいのをやっていて、明日もまた朝からやるかもしれないので、筆垣さんは遠慮して、映えないおじさんが映えスポットを取りに、メモリーカードがなくなるまで、結局いつもの腹です。最終日なんで、なんか作ろうと思います。ちょっと時間かけて作ります。卵、冷凍のひき肉ちょこっと持ってたんです、ほんのちょっと、いい感じにも解凍されているので、と玉ねぎ、これも持ってったやつです。淡路島で買ったやつはお土産なんで。初日に買ったフランスパン、トマト。さあ何を作るんでしょう。大体想像つきますね。淡路バーガーですよ。卵これ1個じゃ多いんですよ。塩コショウ、ごま油、醤油ちょっとだけ。これぐらいかな。いい感じにくっついてくれると思うんで。オリーブオイルを。こんな感じ。ちょっと焼きます。軽く焼きまーす。玉ねぎ。バッチって、この大きさなんで、トマト。これね、実は田原のトマトなんですよ。やったことがないんで、ね、やり方は。適当にやってますけど。肉の面を下にして焼きましょう。トマト。残った卵も一緒に焼きました。ハンバーガーといえばクリア朝日、最後の晩餐です。いただきます。食べ肉いただきます。あ、これ玉ねぎがめっちゃ甘い。あっ、熱くて食べません。いろんなところから熱い汁が出てくる。うまいな。熱っ、熱っ、熱っってな感じで一個食べます。おはようございます。今8時ぐらいです。昨日の夜これ紅茶家電を買ったの、残りが311円です。なんでメックンさんにしたかっていうと、これいつもね朝野菜を買いに来るんですよ。キャベツとトマトが安いので、もうちょっとしたらお店が開くので買って帰りますが、この野菜は仕入れなのでここから除外してください。この311円は後でなんかちょっと買おうと思ってます。近所で昨日は暑くも寒くもありませんでした。今車内は 19.1 度、換気扇だけ回ってます。それではまた後で。はい、相変わらず外でお兄ちゃんたちが騒いでますけど、まとめです。今日の朝の時点で残金が311円。先ほど大谷屋さんで野菜のコロッケとアジフライと刻み昆布を買って合計が302円、あと9円余りましたが10円未満ということで、ご勘弁していただきたいと思います。あと心のリセットボタンは皆さん押してください。ご飯食べましょう。ちょっとソースがないので醤油ですけど、アジフライなんで、いいでしょう。いただきます。締めって感じだね。ここは豊橋市海岸です。なので若者が騒いでます。もうちょっといい曲かけてくださいよ、海に合う感じを。もうこうなったらこの海は豊橋じゃなくてマイアミだと思いましょう。マイアミです。今マイアミにいます。長いようで短いような100時間。ここはマイアミです。いやマイアミにもアジフライがあるんですね。マイアミアジフライ、旅に出る時にはアマプラをダウンロードしていくんですよ。山の中とかだと電波が来ないんです。今回何を持ってったかというと、高い城の男ハイキャッスル、これね、もうシーズンいくつだろう、これシーズン4を見てたのかな、なんか見始めたら気になって見ちゃってるんです。どういう話かというと、第二次世界大戦で日本とドイツが勝ってですね、アメリカ大陸を二分しているというお話です。タイムパラドックス、平行世界。アメリカで作ってる日本のあれだと適当なやつ多いじゃないですか。
これ中国だよねってやつとか、韓国だよねってやつとか混じってたりとか。でも意外と日本語の描写はまともにされてました。まあちょっと気になった方見てみてください。ハリウッド系の日本のやつだと大体めちゃくちゃが多いです。これみたいなもんです。むちゃくちゃなこと書いてあるんですか、ね、私はベロが長いですとか。換気扇が天井に近いところにあるんで一番暑いのを外出してくれる、そのメリットは感じました。日中海にいてもそんな暑くないです車の中。以上そんな感じです。マイアミアジフライ、今回の後半はほぼラムー祭りになってます。あれ作ってみようかな、ラムーのたこ焼き。ラムタコ作ってみようと思ってやってるみたいですよ。おさんたちできんのかいな。たこ焼き班長がいますからね、任しといたらええんちゃいますか。ええんちゃいますか。班長、たこ焼き班長、たこ焼き班長、たこ焼き班長、班長、班長。すごいな、これできたで、ああできた、ああできた、できた。じゃあいただいてみましょう。いきます。出してお味は、あ、柔らかさはちょっと近いね。あ、卵は多いな、生地が濃い、やっぱ卵多いな。もう一回食べれる？バン、はい。味はちょっと近づいたね。卵黄を抜いて白身だけにした。でも生地さ、もっとねっとりしてね、あれねっとり。75点、ちょっと上がった。この後何回かやったみたいですけど、完成したみたいなのでおっさんからレシピもらってきました。ですね、粉はお好みでもたこ焼きでも市販のよく粉売ってますよね。あれでいいんで、あれを 30g、 コーンスターチ 30g、 あと和風だし粉のやつね、あの顆粒のやつ小さじ2杯、水を 350cc、 あとはね普通のたこ焼きと同じです。あ、なるべくたこはちっちゃいの、ちっちゃいたこにする、ちっちゃいちっちゃいたこにしてください。ほぼラムたこ完成しました。じゃじゃーん。こんなんでええの？おっさん、聞いてんねんから、返せや、ボケ。